ペッコマ。皆さんこんにちは、パパチルです。今日もご視聴ありがとうございます。前回、2016年頃に発売されたベイブレード軍団に勝つために重さを増やし、すっぽ抜け防止ストッパーを取り付けたペッコマを作り、3回戦のバトルをしました。新たなペッコマはさすがに強く、バーストフィニッシュの連発。結果、2対1でペッコマの勝利となりました。これでベイブレードに勝てるペッコマ、これが完成したかと思いきや、もっと新しくて強いベイブレードがある。それを使ってパパチルをぶっ倒すとレンチュルが宣言。対するパパチルは今回のペッコマで返り討ちを心に誓う形で、前回の動画は幕を閉じました。今回レンチュルが用意したベイブレードがこちらです。これらは2017年頃に発売されたモデルのようです。一つ目がこちらですね。ブレードの外側、この黒い部分はプラスチックでできているんですけれども、表面には金属があしらわれています。重さは 43.7g。 このトゲトゲしたデザインが、まあ、いかにも攻撃力ありそうな、そんな雰囲気がありますね。二つ目はこちらです。なんと左回転です。こっち方向に回ります。今までのコマはこっち方向ですね。逆方向にこれまでとは回るというコマが登場してしまいました。さらにこの部分がゴムでできています。この逆回転とゴム、これが合わさると相手のコマの回転力を吸収するという特徴を持つそうです。厄介ですね。重さはと言いますと 53.5g、 4g、 5g、 じゃあ 53.5g です。いやー、重い世界になりました。もう 50g 超えの世界に突入しちゃいましたね。重くて回転吸収、いやー強そうです。3つ目はこちらですね。1つ目と比べるとでかい。もう比べてこんなにでかい。でかいですね。しかもですよ、こいつですね、このサイドに赤いブレードが収納されてまして、これが、まあ、こんな風に飛び出すようなんですよ。飛び出す、さらにでかい。こんなのが今回出てきましたね。重さも結構ずっしりしてますよ。測ってみますと 52.3g。 こいつも 50g 超えです。いやー、今回厳しそうだな。重いな。それに対しこちらのペッコマは前回同様こちらです。重さはと言いますと 37.6g。 いやー、 37.5g か、 5g、 6g、 まあこの辺ですよ。まあちょっと重さ不足の感が否めません。心もとない部分ございますが、まあ、やってみなくちゃ分かんないですからね。早速今回も2ポイント選手の3回戦バトル始めてみましょう。ファーストバトル、3、2、1、ゴーシュ。さあ、どちらが勝つか。今回はお互い見合って見合ってぶつかり合わない。ファーストアタック、吹っ飛ばされた。お互い、おっと、オーバーフィニッシュ。ベイブレードの勝ち。イエーイ。ファーストラウンド、セカンドバトル、3、2、1、ゴーシュだ。さあ、どうだ。外側回る、レンチュル、パパチュルも追いつかれる、追いつかれる。どうなる、どうなる。なんとか耐えしのいで真ん中を取ったレンチュルにバトルを挑む。いい勝負だ。しまった。なに、このままスタミナバトルになるとちょっとペッコは心配だ。バーストしろ。レンチュルの勝ち。セカンドラウンド、ファーストバトル、3、2、1、ゴーシュだ。さあ、さっきのベイブレードより格段にでかいレンチュルのコマ、対して外からカツカツとぶつかり、しかし大きさの差がすごいぞ。うわー、ベイブレード、ベイブレード強い。外側ぐるぐる回る。しかしペッコマバランスが
進めている。うわー、ベイブレードの勝ち。イエーイ。セカンドラウンド、セカンドバトル、スリー、ツー、ワン、ゴー。さあどうだ、ちょっとパンパチュー、打つのが遅かったけど、あーちょ、軽々吹っ飛ばされた。オーバーフィニッシュ、レンジの口。イエーイ。今回のレンチェル軍団はとても強い。未だ一勝もできていないパパチル。そして3個目に出てくるベイブレード、なんと今までと違って左回転、今までとは逆回転のベイブレードが出てきます。どんな戦いになるのでしょうか。ファイナルラウンド、ファーストバトル、スリー、ツー、ワン、よし。もっとあえて優しく打ってきたレンチェル、そんな弱々ショットで勝てると思っているのか。しかしパパチルの攻撃がなんだか回転を奪われているように見える。まさかこれが噂の回転吸収か。際どくレンチェル勝ち。イエーイ、パンチパンチ。さあここで勝負が決まってしまうでしょうか。ファイナルラウンド、セカンドバトル、スリー、ツー、ワン、ゴー。さあ今回もちょっと優しめに打ってきたレンチェル、対して外側からなかなか触らない作戦。ああしかし触ってしまった。触れば触るほど回転力が奪われているようだ。厄介、極めて厄介なベイブレードと戦っております。勢いがお互い弱まってきた。どっちだどっちだ。くそー、最後に粘ったのはレンチュルの方、ベイブレードの口。イエーイ。いや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 、残念ながら3対0で負けてしまいました。特に今回ですね、これまでのコマとは逆方向に回転するこいつ、ほんとこいつが鬼強でしたよね。レンチュルはあえてこいつを弱くシュートして、こちらの回転エネルギーを吸収する技を使ってきました。2回とも同じ作戦にまんまとやられ、ほんと悔しい限りですわ。こいつやですね、こいつ強かった、こいつもねすごい強かったんですけれども、まあペッコマを重くすることができればなんとか対抗できるんじゃないかなと思ってるんですけれども、こいつですよ。ほんとこの逆方向のベイブレードを使った回転吸収作戦、これをどうしたらいいかですよね。まあ今はまだ思いつきませんけれども、こちらも新たな作戦を練って次回リベンジしたいと思います。それでは今日はここまで。ご視聴感謝です。どうもでした。ペッコマ。チャンネル登録よろしくお願いします。